誠にありがとうございます。けん玉師の伊藤です。どうぞ皆様よろしくお願いします。貴重なお時間足を止めていただきまして誠にありがとうございます。さあさてこの時間は、こちらのけん玉で、皆様に楽しんでいただきたいと思うんですけれども、ちょっとした問題を出したいと思います。非常にシンプルな日本の昔遊びです。ところが奥は深く、このけん玉でいくつの技ができるでしょうか。頭の中で結構です。具体的な数を一つ思い浮かべてくださいませ。こちらのけん玉で何個の技ができるでしょうか。これ大人の方に聞いてしまうと結構ぴたり来てしまうので、せっかくなのでお子様に何個ぐらいだと思いますか。80個ぐらい。かわいいね。いいねいいね。はいはい、助かる助かる。それぐらいが、はい、何個ぐらいだと思いますか。10個。 ありがとう。もうやっちゃったよ10個ね。はい、まあまあお子様だと、それぐらいのイメージかと思います。ただね、大人の皆さんはもうちょっとできるんじゃないかなと思っている方多いかと思いますが、正解はこのけん玉で実に3万種類もの技ができると言われております。例えば、皆さんがご存知の大皿一つ取りましても、本当にさまざまなパターンがあります。その一例で、前に振りますと前振り大皿です。横に振れば横振り大皿。前に2回転させますと大回転大皿と変わりまして、八の字描いて八の字大皿。野球、こちらお分かりでしょうか。ペンをバットとしてボールを打っています。野球があればこの通りサッカー。お餅つき、つばめ返し、ペンシル回し。ありがとうございます。そして、けん玉界ではとても代表的な技ですが、一般的にはほとんど知られていないかと思います。このような技も、金魚すくい。ちょっと難しさ伝わらないかと思いますが、もしねけん玉遊ぶ機会があったらぜひ挑戦してみてください。とんでもなく難しいです。そして今けん玉が世界的にも広まりつつありますが、その海外でも人気となった技がこちら、ジャグルという技です。ぜひ手元にご注目ください。お学びます。お分かりでしょうか。ジャグルということで、ジャグリングとけん玉を融合させた技となっております。おそらく日本ではこのような遊び方は、まあ、なかなかけん玉ではなかったかと思いますが、世界に海外にけん玉が広まったことにより、このようにも親しまれております。それではすいません、話が長くなってしまいますと退屈されてしまうばかりなので、ここからは音楽に合わせた連続技、そして最後はけん玉でギネス記録をいただいた技、皆さんにご覧いただきたいところなんですけれども、すいません1点だけお願いがございます。ちょっとだけ詰めてご覧いただけると、とても素晴らしい空間となりますので、可能な限り前の方で、お付き合いください。ありがとうございます。あと技が決まったら大きい拍手や手拍子ありますと大変、ありがたいです。せっかく晴れたので、気持ちの良い大道芸ができればと思っております。暑い中だと思いますが、引き続き皆様どうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございます。
がとうございます。それでは最後の技、けん玉でギネス記録をいただいた技、皆様にご覧いただきたいところなんですけれども、その前に入れたな、いたら嬉しいです。お子様の中で、突然ですがけん玉やったことあるよ、できるよという友達いたらちょっと手を挙げてもらってもよろしいでしょうか。お子様、まあ小学生ぐらいかな、はい、これぐらいいるとね、おおおおいいね、けん玉持ってきちゃった、いい、大きい拍手でお迎えください。今この方が、あら可愛い女の子が、たまにね、ありがとうありがとうありがとう。あ、どうしよう、カバンだけじゃお父さんかお母さんいる、うん、そうだね、あ、じゃあもうけん玉もね置いといていいや、そのままね、来てください。あ、よかった、けん玉持ってきてくれたの、たまたまけん玉持ってたの、あ、たまたま、そうかそうか期待しちゃったよ。伊藤祐介です、お名前を教えてください。ゆなちゃんね、ありがとう、とても元気だけど何歳ですか。8歳、ちょうどいいかもしれない。私がけん玉始めたのが7歳の時で、その時に全国に一つしかなかったけん玉道場なるところに親に頼み込んで、親に月謝払ってもらってこのけん玉習っていたんです。もうそれから、大学の頃まで道場通い詰めて、で、まあ、結果として、このけん玉を職業にしたわけなんですけれども、ごめんなさい、それはさておき、なぜゆなちゃんね、ゆなちゃんに出てきてもらったかと言いますと、私のけん玉お気づきの方たくさんいらっしゃったかと思いますが、少々大きいけん玉を使用しております。先ほどね、ゆなちゃんが持ってきてくれたけん玉が、まあ、通常サイズだと思います。そこでよく思われてしまうこと、このけん玉であれば誰でも簡単にできるのではないか、このけん玉だからこそ私はこのような技を行っているのではないかと思われてしまうことが非常に非常に多いんですけれども、いざ行うとこんなにもこんなにも難しいんだよというのをゆなちゃんに挑戦してもらったところで、私の技を最後に行うと最後の技がさらに盛り上がるということで、ゆなちゃんには頑張ってもらいたいところなんですけれども、ちなみに、私は当たり前のように行っております。おそらくね、この大皿だけで言えば100回やっても1万回やっても100万回やっても、残りの人生の中であと1回失敗するか、まあおそらく失敗しないと思います。ところがです、このお皿だけでもどんなに難しいことなのか、ゆなちゃんに挑戦してもらいます。でゆなちゃんは私のことは一切気を使わず、とにかく乗せられるように頑張って挑戦してみてください。ただ皆さんご覧ください、ゆなちゃんとっても可愛い顔して、持ち方非常に本格的です明らかにできてしまう持ち方なんですけれども、ゆなちゃんちょっと待ってちょっと待って、偶然通りかかったにしたらすごいな。どこでけん玉習いましたか。習ってない。家でお父さんとかお母さんと一緒にやってるの。あ、素敵なお父さんお母さんだね。そっかそっか。え、ちなみに8歳ということは小学校3年生そうか、よし分かった、はい、じゃあまあでもなんだかんだ言ってもそんなゆなちゃんですらこれだけ難しい、すぐに伝わると思います。ではお願いします。うん、大皿、うん、あ、ちょっと待って、そうですね、それはそうだ、うまいね、ね、お父さんお母さんすごい素敵な教育だねじゃあ分かった分かった分かった、はい、大人げないかもしれませんが極端に技は難しくします。お父さん厳しいからね、お父さんお母さんより厳しいと思う、はい、そうです、剣先です。ただね、大人の皆さんでもこれなかなか入らないので今日はちょっと球回します。そうするとこれね、まあご存知かもしれませんが入りやすくなるので、ぜひ皆さんもこの回した状態でね挑戦してもらえたらと思うんですけれど、それでも難しいのが剣先なので、もしも決まりましたら本日一番の大きい拍手でどうぞお願いします。では、では危ない危ない危ない、よかった、いきなり始めるからドキッとしちゃったよ、ね、はい、さらっと決まりそうだったね、はいはい、まあまあでもね、はい、この通りです。じゃあどんどんやってもらっちゃおうかな。私のけん玉だから何でもかんでも決まるか、そんなのことは一切ないです、うん、いいよ、はい、ただね、ゆなちゃんとっても惜しいのでこのまま続けてもらおうかな、はい、まあね、これだけやってもらえばけん玉の難しさ、伝わるかと思います。いかにね、私が、ま、普通のけん玉と変わらないです、いかに難しいことやっていたのか、ちょっとでも伝わるのかなと思います。はい、でもゆなちゃんね、すごい頑張ってくれて、もうあとちょっとなのでもう少しだけね頑張ってもらえたらと思うんですけれども、おー、ほんとゆなちゃんすごいね、いい感じいい感じ。じゃあこれ本当に最後にします。最後にもしかめってやってもらっていい。もうね、難しさ十分伝わっているんですけれども、一応で、もしかめ分かる。じゃあ、お願いします。うん、あ、うまいね、やっぱりね、いける。
ちょっと難しいかな、もしかめ、そう、そっちそっちそっち、ああ、いける、もう一回、ああ、でもいい、大きい拍手お願いします、いきます、いきます、いきます、いや、はい、ひなちゃん頑張ってくれましたので、お土産渡したいと思います。けん玉渡したいところなんですけれども、ごめんなさい、なかなか普通のけん玉が用意できないので、喜んでもらえたら嬉しいな。こちらはとてもとても、じゃあということで、見えます、小さいけん玉お渡したいと思います。改めてどうぞ、大きい拍手お願いします。ひなちゃんありがとう、最高に盛り上がっちゃって、ありがとうありがとう。さあ、それではひなちゃんに盛り上げてもらったところで、最後に皆様に一技お付き合いいただきたいと思います。けん玉でギネス記録いただいた技です。ごめんなさい、気持ち気持ち、あと1本2本詰めてご覧いただけますと、最後気持ちのいい空間で終わりますので、よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。参ります。2つギネス記録いただいておりますが、今日は皆さんにこちらの技をお届けしたいと思います。ゆなちゃんに今行ってもらった、まさにその技です、もしかめです。ゆなちゃんね、1回頑張って行ってくれましたが、もしかめとは改めて、大皿中皿を交互に繰り返し、この時間や回数を競う競技です。この競技を私は大学生時代、すでに15年以上前の話となりますが、学生時代になんと7時間7時間35分55秒回数にしまして約6万回です。食べ物も食べず、飲み物も飲まず、当然一度も落とさず、一度も止まらず、1分間に135回以上というけん玉大会ならではのルールを守りまして、このギネス、申し込みも続け、ギネス記録をいただきました。そこで本日は最後に皆様にこちらの申し込みをご覧いただきたいところなんですけれども、さすがにこれだけ僕が過ぎたところで、お互い苦しいばかりだと思いますので、今日はね、特別な申し込みを3つ披露しまして、こちらの大道芸を終えたいと思います。1つ目、けん玉の木の音をどうぞお聞きくださいませ。木の音です。もしかめタップというのを行います。2つ目、通常けん玉の玉を1つで行うもしかめではございますが、こちら非常に珍しいもしかめだと思います。3つ玉に増やしまして、両手で今のもしかめを行いたいと思います。そして最後のもしかめは、私が考えました、私なりのオリジナルのもしかめをお届けしたいと思います。この3つのもしかめを行いまして、こちらの大道芸を終えたいと思うんですけれども、すいません、最後に大道芸ならではのお願いを1つだけ。大道芸フェスティバル、お越しになった方いらっしゃって、もう毎回毎回、聞くことなので、さらっとまとめたいと思います。本日は、大道芸フェスティバルということで、このように大道芸を行わせていただいております。最後に、もしも何か少しも気持ちに残るものがございましたら、最後に、私が袋を取り出します。その袋の中にお気持ち詰め込んでいただけたら大変光栄なんですけれども、ただごめんなさい、お若い皆さん結構いらっしゃるので、お若い皆さん本当に無理しないでください。ゆっくり一日楽しんでいってください。大人の皆様、ちょっとだけ、頑張ってもらえたら嬉しいです。それでは、長々と大変失礼しました。本当にありがとうございました。最後もどうぞよろしくお願いします。
33年間ケモンを一つ続けてまいりました。また皆様とこのようなご縁がございました。光栄です。またその時はどうぞよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。